始まりました。ザ・ノイジーズ s e 分よっだ <laughs>、ね、<laughs> んだんとね、Zoom、はい、の,のノイズキャンセラーに近い拍手をできるようになってきました,、ねたあ、それはわざと拍手を止めてるだけじゃないですか。ともかくね、えっと、10分で語ろうのノイジーズシリーズでございます。今回お届けすするのは私ですこと北山と

多分ね。あのまだまだ商品価値高いからだね。ああ、そうですか。多分あれですね。<laughs> この辺はもう手放しでリリースでしょうね。<laughs> ま馬、あ、鹿にされてんだね。うん。うん、でも黄金銃を持つ。男はあの僕の中では。まあ期待がもうないですから、そんなに期待せずに見てますからなんですけど、<laughs> なかなかあの話としたストイックな。 男の話で、そこは別に悪くはなかったですよ。うん、黄金銃を持つね。スカラマンがなる。殺し屋がいるんですよね、うんで。そいつはいつも黄金の銃をこう、まあ、普段バラバラにしてるんですけど。会話しながらね、くっくっくっくとか組み立てててね。うん、<laughs> 知らない親に,に、<laughs> はい、出来上がり、バスーンみたいなね。<laughs> すごい男なんですよね。ええー。銃だけしか覚えてないですね。で,で、あのー。 そのスカラ漫画っていうのはどういう男なんやって言ってボンドがねあ諜報局で聞いたら実は彼はね乳首が3つあるとうんなんかその時点にちょっと怪しいじゃないですかまあここそるとトータル・リコールか黄金銃を持つ男かどっちかって感じですよね、うん、なんかだからそういうちょっと変わった形の乳首があるみたいなって,て、うん、なるほどって。 って言ってて言で、偽装でね、乳首をこうボンドが、<laughs> あのロジャームーアの広川太一郎ボンドがですね、<laughs> ふいってつけてですね、俺俺、スカラマンガみたいなんで <laughs>、まあ行くんですけど、<laughs> ああ、これはスカラマンガさんをど,どうしてこちらにみたいなんで、ね、言ってるんですけど、なんか変やなと思ったら、やっぱりばれてたんですよね。大体その乳首情報を聞いただけで、 適当なところに乳首つけるボンドはよろしくないと思うんですよ、まあ、というかあのスカラマンガを変な糸を持って探す奴らをおびき出すためにそういう変な噂流してるだけなんじゃないですか <laughs> うん、だからどっちかわかんないんですよなぜならその後乳首は一切触れないんで話としてはあないんですかバーってこれがいや乳首だって テレビ版やからカットされてたのかもしんかなと思うんですけどトラ,イトライアングルそう結局スカラマンガ自身の乳首を見ることはできなかったんですよね僕は松田優作のトライアングルって CM 昔やってましたよね <laughs> これまたあれですよ40代以下の人を置き去りにしている <laughs> トライアングルってなんかやってましたね さんがね、なんか急にあれじゃないですかまたもう一回水着になったとか言って<ー>うんやっててと昔の CM が今なんかかつて宮崎良がこういう女性でした、うん、ピカピカに光ってって言ってムッチムチのねやつで足を濃くガーガーってやってるのが、うん、なんかテレビでしかもこの。 4K テレビとかの時代にね、うん、ぐーっと出てて、おおすごいと、これで若い人たちも宮崎美子を認識できたなみたいなんで、ちょっと <laughs> ほほーって思いましたけどね、うん、思いましたけども、<laughs> まあ、それはい。だから、スカラマンガの乳首は全く出ず、ダブルオセブンの変装はすぐばれるからね。うん、まあもう、もうそこはいいです、僕もここまでね、相当ダブルセブン重ねて見てきましたから。ロジャー・モアに関しては あの相手に接触するただの方便ですからね、ああいうのはねそうです、そうです。なので、あのまあ、そこはいいんですよ。で、結局ねあの、アンドレアっていう女の人がいるんですけど、そのアンドレアが、まあ、偽装工作っていうか、なんかあの黄金銃とかのね情報っていうのを情報局に流して、ボンドにこっちに来て、その自分の,あの、まあ、愛人関係にあるスカラマンガを殺してほしいなと。 思ったのでそういう一手を打ったっていうことだったんですよね。うん。ああ。なだけども、<で>首が3つってことじゃなく最初から嘘だって可能性が高いですよね。うん、でもちょっとそこの描写はなかったんで分かんないんですよ。で、ボンドはボンドで、たな実はボンドは別の作戦で、その太陽光エネルギーのソ,ソレクサージテータっていうのをずっと実は。うん 超極化探してたんですけどそれがね実はの中国のあの富豪からスカラマンガがあの奪い取ってですねスカラマンガが、うん、あの太陽光エネルギーの変換装置っていうのを持ってるってことも判明して変なパラボラありましたね、うん、島にそう,そうなん思い出した思い出した<れ><う>思い出したでしょおか、うん、でアンドレアはそのソレックスアジテーターっていうのを 持ち出してボンドに渡そうと思ってたんですよね。ところが、もうそこで、その女性は、うん、スカラマンガはやっぱり、ものすごいその、敏感な男ですからね、人の動きにね。乳首が敏感ってことじゃなくて。乳首のくだりはもう出てこないんですけど <laughs> <laughs>、とりあえず、とりあえずもうすぐその女の人は殺されて、で、あのー、ソレックスは手に入れたんですけど、あの助手のメアリー に預けたらメアリーはね、なんかスカラマンガに拉致されてしまって <laughs>、連れてかれちゃうんですよね、うん、結局。うんうん、で、でまあ、確か、浪人形みたいなところで最終決戦そう、最終決戦。だから、ボンドが、まあ、スカラマンガの隠れ、ね、最初はあれでしょあのロジャー・ムーアの浪人形に向かって、バーンとか言ってる、銃の腕前を見せるところから始まりませんでしたっけうそうそうそう、最初それで始まるんです。だから、そこと。部分部分を思い出してきた。うん、かけてあるんです。 あのオープニングもなかなかそれをかっこよかったですよ。で、あのー、まあそのメアリーをね、助けに行くために、そのスカラマンガ島っていうところ、隠れ家のところに行くっていうのが最終決戦の舞台ですよね。かで、うん、スカラマンガがここ僕、僕はちょっとね、ここかっこいいなと思ったのは、スカラマンガ自体は007っていうのを俺と同じだよって,って言ってくるんですよ。あそれまた俺はキラー。 お前もキラーキラーズだと <laughs>、えー、そういうことなんですよ。キラーズ理論 <laughs> キラーズ理論いいね大体役に立つね大体役に立ちますよそういうい意味でであの映画は役に立つんですよだからスカラマンガはかるわかるよって殺す時ね銃の火種を引く時っていうのがもう最高の瞬間だよねって言うんですけど。 一緒にね飯食いながらボンドが「そうか?」って言って「<laughs> <laughs> 俺は仕事だぜ」っていう話で <laughs> えー、っ!」ていう「そうなの?」っていう <laughs> そっかキラーズだったんだそうなんですよだからだからこの「スカラ漫画的にはあのちゃんとね膝を突き合わせて話したかったんです実は、うん、で同じね殺し屋同士 スパまあこっちはスパイで、こっちは本当の殺し屋ですけど、人殺しっていうのの、うん、ね、そのストイックな快楽っていうのも、うん、なんかやっぱりお互い突き詰めてきた問答うし、ね、ここで会えたわけやからって,って、ちょっと感動に近いものを飯食いながら感じてたんですけど、今度は <laughs> いや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 っていう、あのメアリー連れて帰って、俺、去るからっていう。 ねえズームとかあればねもうちょっとなんか話できたかもしれないねうーんいやー北村もネット通じて話してたけど通じてなかったんですよ <laughs> <laughs> だからやっぱキラーズになるのは難しいんですよね <laughs> うんそう思いが強<う>スカラ漫画のキラーに対してのちょっと思いが強すぎたんだよねそうしかもあれですよスカラ漫画が選んだのは「荒野の決闘やと」とと一緒やと、うん、もうガンマン同士やねんから ちゃんと舞台っていうのは用意したからそこでお互いが銃を持ち合って正々堂々と戦ってどちらが生き残るかっていう究極の戦いをしようじゃないかっつってかっこいいこと言うわけですよあ<ー>だから僕はそこは非常にあなんかこの話結構、まあ、みんなバカにしてたけど面白いなと思って特にキラーズの後とやったから思ったかもしれないけど <laughs>、うんまあそれで,そ,で、ね、そのカラクリの部屋ですよね。 で、戦って、まあ、ボンドが結局、勝つんですよね。うんうん、で、ところがですよ、残り時間を見たら、まだまだ残り時間があったわけですよ。うん、あれって、ここでスカラマンが死んだんやけど、どうなんのかなと思ったら、そのソーラーシステムみたいなのを、あの、<laughs> メアリーが誤作動をお尻でプチュンとかやっちゃって、なんかね、うん、<laughs> ボンドが危うく、ソーラーシステムで死にそうになるとか、いらないくだりが始まってですね。 しかもその後なんかあの「小人の人」出てくるじゃないですか「スカラマンガの手下やった、うん、それが「もう許さないよ」とか言ってグーってくるんですけどそれをなんかね「すまきにして「おおやめろー」って言ってなんか船の上にピヤーンとか言ってやっちゃってで女の子とイチャイチャするっていうのに後半の数十分を費やしてるんですよ<ー>。<laughs> まあまあまあい,い,いつもの通りですよ。そうだからちょっとストイックすぎたんでスタッフも「いやこれ ボンドじゃないんじゃないかってなって急遽なんかコメディ的なやつをこう付け足したような出会いがあるんですよね。うん。多分今のスタッフやったらこの黄金銃を持つ男をもう一度リメイクし直すとしたらストイックなこうガンマン同士の戦いで最後終わるでしょうよ。うん。でなんやったらちょっとボンドもスカラ漫画のことを まあ敵ではあれ理解するみたいなくだりがあるような気がしますよね。ああ<ー>。今のボンドやったらですよ。うん、ダニエル・クレイグ以降であれば。この後、あるか次の黄金銃を持つ男は北村さんですね。に <laughs> やーって笑ってね。うん、スカラマンガ。しかもあ、ありですね。 相手がうわーって殺そうとするんですけど、スカラマンガを殺せないんですよね。ゆったり動いてるはずのスカラマンガを誰も殺せないんですよ。うん、だからなんかもうすごくあの、ボンド以外の人間に対しては、ものすごいこう、運も持ってるんですよね。なんかそれが許されざるもののラストシーンと僕はかぶって、かっこよかったですね。うん、<laughs> ああ、ね。うん、ああいうなんか、 あの最終的にみんなでブワーって何十人と打ち合いになるけどみんな焦りすぎてクリント・イーストウッドに当てれないんですよねでクリント・イーストウッドはもう離れしてますからなぜか俺には当たらないんだっつってボンボンボンって言ってっておーいってこれ以上俺のところに出てきたらお前ら殺すぞって言ってこのいう新たなやつは裏口から出ていけって言ってね普通に言うたらみんなうわっはっはって言って出ていっちゃうわけですよね。 で、出ていく時も、俺、今から馬乗るけど、目の前に出てきたやつ、ぶっ殺すよって言って、<laughs> 言ったらね、もうみんな震え上がって、もう馬乗るクリントン・イス・トウッドに誰も撃てないですからね。うん。なんかそういう空気をこう、この黄金銃を持つ男は持ってましたよね。うん、ねだから途中で、そのペッパー保安官とか言って前に出てきたなんかデブイね、アメリカの保安官みたいなやつが、 休暇中に出てきて、俺はなんかこう、お前の助手になるよーとかいういらんくだりとかも入ってましたけど、でも全部ね、うん、そういうくだりもなんかこう書き消すぐらい、うん、スカラマンガっていうのはかっこよく出てたんで、僕はまあ、この作品はこんなに嫌いじゃないかなと思って。まあまあまあね、いろんなありますからいやぜひリメイクで北村さんをね。ああ、出てきた、やっぱ怖い、ね。 でそのスカラマンガ島っていうのが今、観光名所ですごい毎年、まだ今も人来るらしいですね。うん、でも、名前はジェームズ・ボンド島に変わってるらしいですけどね。ああ<ー>。うん、ボンドの持ち物ではないんですけど、正確にはスカラマンガ島のはずなんですけどね。<laughs> <laughs> まあ、ボンド島ですね。そう、ね、ジェームズ・ボンド島っていうので。パラボナも作れね。ああ、あるのかな <laughs> ないよね。<laughs> <laughs> <laughs> いやあったらすごいなと思って、ウィーンってね、<laughs> おやおやおやって <laughs>、間違って押したら、ウィーンって。1>, って1時間に1回、ウィーンって開く、ラスベガスの噴水みたいなやつね、キャーってこうなったらいいですけどね、うんまあ、そんな感じです。はいはい、ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。